このベーカー監督もね、はい、エラーを落としてきますからね、はい、こういうプレーもありました。いい守備が山本さん何回かなでの基本に忠実な、はい、欲しいですね。そしてセンターの谷、8番がセンターのこの回は小笠原から、小笠原今日は2打席ましたよ ね、そうですね。最初のうちはやはりこれだけ遅いボールが伝わってますけれども、いいですか、ワンエンド2から4球ボールですね、ワンストライクノーボール、今度は変、ワンアウトランナーが1塁、答え出てこないんですよね。なるほど、という結果になるんでしょうか。乗ってけるんじゃないですか、まあ、しかも点を取ってくれた、まあ、ブルーウェーブの野人と三塁を守る機会が多くなるんじゃないかなという話、ならダブルプレーになっているところですからね、というふうに話してくれました。得点手に抑える、完封に向けて2回の裏、日本ハムは比較的楽な打順なんですけど、8番キャッチャー田口です。ターランナーは2塁まで行きました。もんですよこの成績は ね、 そうですね。上田さん右へのスタンドインが多いんですね。なるほど、非常に長いわけなんで、いろいろな思い出も多いんで、そんな思い出などもですね、あの唯一というんですかね、あのね、それ早くても大体130、1ヶ月かかりましたからね、若く見えるんですね、特に今シーズン星野からホームランを、どうもご苦労様です、はい、ああいうものにも、はい、ね、今日はその山路さんにいろいろと先発投手および途中経過など引き続き雨で、ほう、ワンアウト、わかりました、はい、どうも問題で、うん、ヤムヘッダー持ってくると、はい、ちょっとシー